こぼしたらママの声聞こえてくるかな。ワン、ツー、スリー、フォー、いつ数えてバスケットシューズが履けたよ。ドアを開けても何も見つからない。そこから遠くを眺めてるだけじゃ。そしてナイフを持って立ってた。そしてナイフを持って立ってた。そしてナイフを持って立ってた。僕やっぱり勇気が足りない。ラブユーが言えない。言葉はいつでもクソタレだけど、僕だってちゃんと考えてるんだ。どうにもならないことなんてどうにでもなっていいこと。先生たちは僕を不安にするけど、それほど大切な言葉はなかった。なったらいいのにな。